北日本や北陸ではこの後も雨や雪の降るところがありそうです。今夜の路面状況の悪化にも十分にご注意ください。まずは予想天気図から見ていきましょう。はい、こちら今夜9時の予想天気図をご覧いただいています、はい。西日本から東日本の太平洋側高気圧に覆われますけれども、北日本方面はこの等圧線が少しくぼんでいる部分がありますね、はい。ここに気圧の谷がありまして、この気圧の谷に伴う雨雲雪雲が流れ込みやすい状況ということになります。はい、この後も雪や雨の降りやすいお天気ですね。はい、そうですね、はい。こちら天気の分布予想で見ていきたいと思います。はい、今日の14時から見ていきますと、この後北日本方面、日本海側のエリアですね、北海道は雪となるところ多くなります、はい。また、東北地方から北陸にかけての日本海側のエリア、こちらも青の表示となっていますけれども、この気圧の谷の影響を受けまして、はい、雨の降りやすい天気となります。場所によってはこう雷を伴って雨が強く降るようなところもありますので、十分に注意をしてください。はい、そして路面が濡れていると凍結にもつながりそうです。今夜の路面凍結予報を見ていきましょう。はい、こちら今夜の凍結予報となりますけれども、はい、北日本の各地ですね、このように表示が広がっています。積雪エリアに加えまして、この紫の表示はアイスバーンですね、はい。また濃い青のところは凸凹凍結ということで、各地北日本方面ですね、路面状況このように悪化するようなところ多くなりますので、車の運転の際には十分に注意をしてください。はい、最新の気象情報はぜひウェザーニュースのアプリケーションもご活用ください。